どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回はね、ドラゴンクエストビルダーズ2を実況していきたいと思います。前々回の生配信で、ストーリーモードが終わったので、これからね、またこの開拓レシピ等をやっていかなければいけないんでしょうけども、とりあえずは、今回はね、このお城が一番住人たちが多いので、シャワールームでも作って遊ぼうかなというふうに、思います。で、パート28の動画かな、あれは。ちょっと僕、久々にね、荒ぶりましたが、まあ、それはね、僕のあくまで思ったことなので、まあ、あまりね、怒ってる姿とか、まあ、文句を言う姿が見たくない人には申し訳なかったなとは思うんですけども、まあ、ちょっとさすがにね、まあね、そのビルダーズに対する思い入れは僕は強いので、余計に腹立ったっていう部分でもあるんですよね。はい。まあ、そういう話はまあ、ここでも終わりにして、シャワールーム作っていきたいと思いますが、どういう感じでいこうか。とりあえず、ここは埋めておこう。で、スケスケにしたいんで、足りなかった。今回はね、シャワールームでも作りながらゆっくりやっていくということなんですけど、いや、開拓レシピのこのなんか作業芸感はやばいかもしれないな。自由に自分で遊びたいとこではあります。ちょっといっぱい作っていくか。多すぎるか。いや、いいや。で、よし、いい感じ。ストーリーは本当良かったけどね。今度からはこうやって自分で自由気ままに作っていけるわけですよ。はい、か。でもね、まあ、1の時みたいな、住人で遊ぶとか、鬼ごっこっていうのができなくなってしまったのがね、少し残念かなと思っていますね。本当に楽しかったから、1の住人遊びは。あれができなくなったのはね、心痛みますよ。置けないんだ、押して。あ、こういうことか。ついたて、もう一個ここ置いちゃうか。で、これは同系のライトを
来たー。オッケーオッケー、完璧、いいんじゃない。いたー、スケ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 、どうもありがとう。もうちょっとあれかな、スケスケにした方がいいのかな。ちょっと改造するか。で、あら、壊しづらいな。これで覗きたい放題ですね。これってこういうのは壁つけれるのかな。あ、つけれるんだ。へえ。ああ、壊れちゃった。やばいな、ちょっと久々のビルドで腕がなまっている。なんかこう、どれに手をつけていっていいかわかんないんだよな。どうしましょうかね。こだわりいろんな部屋レシピを作ろう。雪原をたくさん作ろうってのがあるんだ。いろんなモンスターを集めよう。住人を増やそう。
わあ、結構あれだね、多いね。やり込み要素的な感じでこんなに多いんですかね。この木が邪魔かな。戦え戦え。たくさん作ろう。なんだそれ。こうして住人たちを食事とか取らせて、で、ビルダーハートを稼いでいくみたいな感じだね。今回もまた時間を忘れるゲームになりそうだな。やばいなぁ。でも、1の時どんな感じでフリービルドで遊んでたっけかな なんかこうフリーで。どこにどれをどう手つけていいかわかんねえわ。変態仕様のトイレが出来上がってきた。プライベートもクソもない変態仕様トイレ。かわいい。一つ一つの動きが本当にかわいいね。こっちもスケルトンにするか。いや、いけるかな。おっと、スケルトントイレ。
やっぱトイレもっと広い方がいいかな。最初の時にね、何も考えないでどうでもいいブロックを使ってしまったんですよね。これね、後悔してる。やばいな、めっちゃグダグダの動画になってしまった。やっぱあれかな、こういうの作ってみましたって裏作業をして、それをこう紹介していく感じの方がいいのかな。よし、あれだな、金も欲しいな。ハートを回収するのがちょっとね、めんどくさいですよね。住人観察をやってくってわけにもいかないしな。商売がしたいな。あれ待ってよ、なんか今商売がしたいなとかって言ってたな。っていうことはあれかな、やっぱ商売どころを作ったりとかっていう風にやってあげた方がいいのかな。今後どういったことをしていけばいいんですかね。基本的にちょっとそこら辺がね、まだ僕分かっていないんですよね。もうフリービルド的な感じで遊んじゃっても大丈夫なのかな。商売がしたいなって言ってたんで、とりあえず、お店作ろうかな。やばいな、本当にどうしよう。今後どうしていけばいいか全くわからない。ぜひとも、この動画を見ているどなたかにね、教えてほしいですね。もう、ワンの時みたいにフリービルで遊んじゃっていいよっていうのか、開拓レシピはやってった方がいいよっていうのか、ちょっとそこら辺がやっぱ、悩ましいとこだな。どうしよっかな。なんかストーリー進めるのはね、ストーリー通りに沿っていけばよかったけど、本当に今回はちょっとした部屋を作るみたいなね、動画になってしまうんですけど、さーてと、どっか空いてるスペースあるかな。ちょっと待って。
ここら辺にしよっか。魔物の扉。こういう部屋作ってる時すごい楽しいんだけどね。どうしていいものか。小さい道具屋できましたね。よし。でね、どうしようかな。本当に今後どうしていくか、マジで、どうしよう。空きスペースが結構あるから、これからもね、この城を基盤になんか部屋はね、作っていこうかなとは思います。じゃあまあとりあえず一回ここで終わろうかな。なんかぐだついた動画で本当申し訳ないんですけどね、なんかこれからどうしていけばいいかっていうね、アドバイス本当にね、いただければ助かります。ちょっと今僕はね、どうしていいか何していいか分かってない状態であります。あいつ負けねえぞっつって逃げてったけど、はい、では一回ここで今回はね切ります。カードアップでいきましょうか。はい、ではご視聴ありがとうございました。